あげましておめでとうございます。 YouTuber の中で一番正月が長い男です。今日もですね、当然のようにポケモンカードの福袋を開封していきたいと思います。さすがにそろそろお前いつまで福袋開けてんねんって言われそうなんですけれども、このチャンネルはそういうチャンネルなんです。この時期だけは何卒ご理解ください、本当に。ということで、動画のタイトル、サムネにもなってる通り、今年の俺はバグり散らかしてます。見てくれこれ、ポケモンカードの100万分の福袋になります。やばすぎる、100万分もやばいな。2023年が始まってから連日ね、俺のチャンネルで福袋動画が上がって、10万、10万、30万、50万、61万みたいな感じでどんどん値段が上がっていたと思うんですけれども、これが最後になります。どうやら俺福袋だけで今年280万円ぐらい使ってるらしい。ということで、こっから是が非でも服を出していきたいと思います。ちなみにネットで購入したやつですね。で、サイズとかも意外とちっちゃかったんで、多分ね、この EVs セットとかゴールデンボックスとかそういう感じのボックスは入ってないんですよ。多分このサイズ的にはちっちゃめの、まあ、ボックスが何個かとシングルカードとかになるんじゃない、これは。ちょっと期待していいでしょう。ということで、早速開封やっていきます。さあ、それじゃあ、開けていきたいと思います。なるほど、ゴミが大量に入ってますが、あら、来ました、みんな大好き EV ヒーローズでございます。ありがとうございます。今年はなんなん、福袋に EV ヒーローズとりあえずなんか入れとけみたいな。あ、なんか一個ちょっとレアなボックスあるわ。はい、こちら見てください。今年出てきたのは初ですね。こちら切手ボックスが入っておりました。あれ、これ待って、未開封じゃないな、開封済みか。あれ待って、これどんな感じだったっけ。見てください、中身はこんな感じでございます。じゃじゃーんと、ミカエリ美人ピカニキと、あとはファミリーポケモンカードゲームが入ってますね。で、切手とかもあるんですけど、も、確かこの中に入ってる、まあ、貴重なボックスになりますね。さあ、そして、謎のハレルヤの箱です。多分この中にはシングルカードが入ってるんでしょう。これが多分やばそうなのと、あとはゴミ。あ、これはゴミじゃない。うおー、なるほど、なるほど。25周年記念のポケモンカードの、ボックスが一つ入っておりました。まあ、これはね、ほとんど出てくるカードが同じで、たまにミュウのウルトラレアが出てくるボックスなんで、そんなにね、開けてて楽しいやつじゃないんですけど、まあ、コレクションとしてね、ピカチュウがめちゃくちゃ可愛いんで、持っとくのはありでしょう。さあ、そして、これが、最後になるんだけど、これは、あ、これもボックスだ。はい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 。あ、じゃあ、結構少ないな、ボックスは。はい、こちら見てください。まずは、V スターユニバース、親の顔より見た V ユニですね。今年の福袋ほぼ解禁賞です。でもって、あとは取り扱いが当たるかもしれないシャイニースター V、 2年前のハイクラスパックも入っておりました。ありがとうございます。ただこれだけでは正直ね、全然100万円届いてないんですよ。逆にそれが期待できます。この中身に、この中にほぼ100万円分のものが入ってると言っても過言じゃないわ。ということで、じゃあ手元カメラに変えて、こっからはこの中身見ていきたいと思います。さあ、それじゃあ手元カメラに変えたんで開封やっていきたいと思います。正直ね、こんなに高額な商品開封することなかなかないから、めっちゃ緊張する。いきなり見えるかもしれない。いきます。あ、違うわ、ゴミが入ってた。ゴミが入ってます。あ、こういう感じか。あ、でも結構カード入ってない？これ結構カード入ってるぞ。枚数、攻めてきてくれるのは嬉しいが、あ、違う、なんだ。そういうことか。ハレルヤスリーブです。はい、ありがとうございます。嬉しいです。はい、じゃあ、これどっちの順番だと思う、みんな。結構入ってるんだけど、それでも結構入ってる。スリーブかさ増しでも1、2、3、4、5。やばい、色見えた。キューラだー、怖えー。さすがにこれは上から見ていく感じかな。この裏は違うよね。あー、そうだね、やっぱそうだから、まあ上から見ていきましょう。はい、それじゃあ一枚一枚見ていきたいと思います。もしかしたらこっちがマジでヤバいのがいきなり出てくるかもしれん。そしたら本当にごめん。開ける順番を間違えた、ザコ YouTuber です。では見ていきます。一枚目、来い。おー、ルギア V のスペシャルアートマンです。嬉しい、これ。俺3枚かな、3枚買ったんですけれども、デッキね、4枚必要なんで、4枚目が、ついに手に入りました。ありがとうございます。まあまあ、これはね、多分ね、こっ
力の10番で良かったと思う。いつもだったら完全にこれ1枚が、まあ、大取りなんだけど、今回は100万円なので、もう全部が高額カードって思ったら、本当に取り扱いが、緊張しますが、2枚目、見ていきましょう。これは1枚目がルギアだったから、なんか予想とかはできんのかな？このままの流れだったらスペシャルアート版かな？ギラティナとかが出てきそうな気もしますが、せーの！はい！うおー違った！ラディアス&ラディオス GX です！なんと、2023年になってから2枚目の、ゲットになりますが、超イラストがエモい！最高のカードになります！ありがとうございます！なるほど、なるほど！じゃあ3枚目も行きましょうか！サポート系とかも、こういうレベルが続くんだったら、なんか予想だと、なんかシールド戦のカード、リザードンであるとか、まあ、前の動画でも出たルカリオみたいな感じのカードとかかなとか思ったり、あとは、まあ、リーレとかね。そういう感じの、まあ、昔の、サンガンドムーンとかのサポートとかで高いやつとかが入ってるんじゃないかなっていう読みだったんですけれども、今のところ、ポケモンみたいな感じで、こづいてきてくれてますね。枚数も意外と多かったから、それは動画的には、たくさん開封できるので、助かりますうぇーだって、ルカリオ V の、シールド戦の、SR が、入っておりました。ありがとうございますなるほどめちゃくちゃ嬉しいめちゃくちゃ嬉しいけど、あんなに欲しい欲しいって言ってたシールド戦のルカリオが、この年末の福袋だけで2枚も手に入るとは思わなかった。くそ、これ1枚目だったらめちゃくちゃ喜んでたのに。さあ、それじゃあ、4枚目でございます。さあ、こっから何が出てくるのか。今のところ全部ポケモンです。なんかシールド戦の SR が全部入ってるみたいなパターンとかあんまりけど、それは無理かな、さすがに。だってキューラとかもまだまだあるからね。そういうことはなさそうだけれども、期待もしておりますが、うわー、めっちゃ嬉しい。15周年の大電ピカニキって言われてるやつだ。俺これね、初ゲットです。これはめちゃくちゃに嬉しい。これね、もともとなんかその15周年記念かなんかの、このピカニキが確定で入ってるボックスが発売されたんだけど、まあその時ね、もちろん俺ポケモンカードやってなかったんで1枚も持ってなかった。超欲しかった、カードが入っておりました。やばい、持ってないカードが出てくれるのめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。こんな高額カードが続いていいのか、見ていきたいと思います。さあ、それじゃあ、5枚目見ていきたいと思います。こんな感じでね、持ってないカードとかが、来てくれるのはめちゃくちゃに助かりますね。まだ今のところサポート系の SR 来てないからね、絶対そういうの入ってんじゃないかなって思っていたけど、じゃあ行きます。来い来い、なんかいいカード、うわー、やばい。ミュウツー EX 20周年のやつです。これで俺持ってなかったカードだ、めっちゃ嬉しい。これもね、なかなかね、手に入れるので難しいんですよ。20周年記念の時になんかイベントでポイントかなんかで、交換するカードだった、気がします。俺がね、35万人記念の時にお祝いピカチュウっていうカードをシングル買いしたんですけれども、その、イベントのやつですね。めちゃくちゃに嬉しいぞ。今のところアニバーサリー系の、カードが、続いてますが、こっからね、キューラなんですよ。俺、キューラわかるかな？昔はね、もちろん、子供の頃は集めていたから、見たことあるイラストとかは、来るかもしれないんだけど、なんかつらつらと、知識が出るかどうかは、わかりません。さあ、うおー、すごい。キューラのコレクションとかはね、俺してないんでね。まあでもこれを機に、やるのありかもしれないね。リザードンとかね、わかりやすいカードだったらいいんだけど、さすがにね、もうこんだけいいカードが出て、リザードンとかは、もう入る余地がないはずなんで、見ていきたいと思います。なんか、俺の知ってるカード、わあヒカルコイキングだ。これはね、まあ、25周年プロモの時に、復刻とかもされたんで、もちろんね、最近ポケモンカードやってる人も知ってると思いますが、めちゃくちゃ、まあ、これ状態によって、もう全然値段とかも、変わるんですけれども、多分これね、こっちのコイキングが光ってないんで、パックから出る方のコイキングですね。アイゴリにプレゼントしたんで、調べたことあるんですけど、なんかね、こっちのコイキングが光ってるやつは、もう本当に1枚で、もう60とか80とかなんかすごい値段するんですけど、でもこっちは確か高かった気がすんな。さすがにね、キューレなんで、状態確認しましょうか。普段はあんまり状態とか、動画の中で確認しないんですけれども、
ヒューラっていうのはね、もうめちゃくちゃ昔のカードになるんで、どうだ？あれでもなんか、パッと見めっちゃ綺麗なんだけど。なんかよく見ると、もしかしたら、本当にビキズあるかもしれないんですけれども、思ってる以上に綺麗です。この状態でキューラが手に入るのは、なかなかない。やばい、めっちゃ嬉しい。100万福袋さ、俺クセになっちゃうよ。俺今年最後にしようと思ってたんですよ。こんな高額の福袋を、購入するの。だから来年とかは、まあね、今年は最後にして来年はこんなん買いませんよって言おうと思ってたんだけど、このままじゃわかんない。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。俺来年も YouTube の調子が良かったら、ご褒美としてこれ買えるんで、俺が1年間ポケモンカード頑張って、あ、これはちょっと、ここに傷ありますね。見える感じで、ここに傷あるが、傷あるからこそ、なんか、いいカードの可能性もありますよ。見ていきます。せーの、うわー、リザードンだ。ありがとうございます。帰りきリザード、え、待って、あ、ちょっと、え、帰りきリザードなんだけど、火炎じゃない、え、待って、帰りきリザードンか、初版のイラーガールだ、え、マジマジ、めっちゃ、確かに状態はなんかキラ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 光ってるけれども、これ手にしていいんですか、これ手にしていいんですか。マジこれ、俺ね、俺編集で値段出すんだけど、俺これの値段マジ分からんわ。備品価格とか状態によって何個か参考価格書いときます。え、すげえすげえ、初めて見た、リザードンが入っておりました。嬉しい、マジで嬉しい。最後何、最後何よ、ここに見て、なんか持ってないカードが出すぎてさ、もうめちゃくちゃ喜んでバカになってるんだけど、俺よく考えたら100万円払ってたわ。こんなに喜んでたけど、当たり前だけど、よく考えたら100万超えてないわ。怖っ、100万円払うって怖っ。マジで怖い。ということで、最後の1枚に、なっております。これも見ていきたいと思います。いや、正直もう今大満足をしてるが、ラスト1枚ここで急に旧裏から戻って普通のレギュレーションになってるってことは、まあ、これが一番もしかしたらすごいカードなんじゃないかなと期待はしております。いくぜ、いいカード、うわー、なるほど、めちゃくちゃ嬉しい。ブースター VMAX が夏ボケが吹き出ちまった。ありがとうございます。ただこれが来てしまったらサンダースとシャワーズも欲しくなる。これ、もちろんね、夏ポケがたくさん応募とかもしたんですけれども、外れたんで持っていないカードでございます。あ、ナッシーとかもいる。めちゃくちゃいいじゃんこれ。 EVK のスペシャルアドバン全部揃えようかな。これ揃えねえといけねえな。またサンダースとかシャワーズが当たり枠になってる高額オリパーを買おう。テロップに言うとこ、シングルで買った方が絶対安いぞと。はい、ということで落ち着いてから整理しましょう。さあ、ということで今回のハレツーさんの100万円福袋の開封結果になります。やばすぎるこれは。タイデンピカニキとか、まあ、20周年のミュウツーもそうだけど、俺がね、持ってなかったカードがたくさん出てきてくれたのは、かなりね、満足感があります。てかもう、めちゃくちゃ大満足、しております。まあ、あとはね、こういうね、リザードンとかだよね。超備品の PSA10 とかだったら、まあ、YouTube とかでね、結構話題になってるんで、知ってる方とかも多いと思うんですけれども、ヒカキンさんがね、5000万円で、購入したカードですからね。まあこれはね、備品ではないんですけれども、ポケモンカードを象徴するカードがね、俺の手元に来てくれたっていうのはね、かなり感慨深いものがあります。これからもですね、 YouTube でね、ポケモンカードの開封動画、対戦動画等々、ポケカの魅力をね、たくさん発信していきたいと思いますんで、2023年も何卒よろしくお願いいたします。ちなみに、これで、高額福袋は一応終わったんですけれども、まだね、投稿されていない福袋とか、1月1日に、みんなで、友達とかと収録した分とか、アナログゲーム福袋とか、ちょくちょく上がりますんで、これからもまだまだ、トリッピーの正月は続きます。はい。ということで、ここまで動画見てくださって、ありがとうございました。また、明日のトリッピーでお会いしましょう。お疲れ様でした。